サンディスプリングスはアメリカ合衆国ジョージア州の北西部に位置するフルトン郡に属する都市である。州都アトランタの北にある。2010年国勢調査での人口は93,853人だった。1842年、オースティン・ジョンソン邸が現在のジョンソンフェリー道路に建設された。現在のサンディスプリングス市では最古の家屋になっている。 1851年、ウィルソン・スプルイルが天然の泉がある近くにサンディスプリングス・ユナイテッド、メソジスト教会を建てるための土地5エーカーを寄付した。その泉が使命の由来になっている。1905年、ハモンド学校がジョンソンフェリー道路とマウント・バーノンハイウェイの交差点、教会からは通り向かいに建設された。1950年、 衆議会がアトランタによるこの町の併合を阻止した。1956年の連邦ハイウェイ援助法によって、週刊高速道路体系が承認されるまで、この町は田園部のままだった。1959年、ハモンド小学校で出荷した後、火事対策が進むように、アトランタ市長、ウィリアム・ハーツフィールドが町民に合併指示を奨励した。 住民の反対でこの提案は成立しなかった。1960年代初期、ジョージア州道405号線と、週刊高速道路285号線が建設されて、サンディスプリングスとアトランタ大都市圏が結ばれ、住宅ブームが起きて、新しい住人が増え、大規模土地開発が起こった。1966年、住民投票でアトランタへの併合が否決された。 投票総数の3分の2が反対だった。1970年代、アトランタ氏が州法を使ってサンディスプリングスに併合を強制しようとした時に町の法人化に関する議論が始まった。ジョージア州最高裁判所がその州法は違憲であると裁定し、併合が失敗した。これに対応して1975年にサンディスプリングスのための委員会が結成された。 議会の会期ごとに住民投票で法人化を承認する法案が提案された。アトランタやフルトン郡南西部を代表する議員はその法人化で税収が減ることを恐れ、地方に関する法はまず関係する地域の代表による議決で承認されるという手続き条項でその法案の成立を止めた。1989年サンディスプリングスが隣接する古ブ郡 チャタフーチープランテーションと合流する案が示された。この動義は、会議長、トム・マーフィによって阻止された。2005年、共和党が、ジョージア州議会両院の多数を制すると、以前に氷決を妨げていた手続き規則は、地方の方ではなく州の方を扱う、法案と同じように、議員全体の氷決に変更された。また新しい市は既存の市から3マイル以上離れて、 いなければならないという規則が撤廃された。サンディスプリングスの協会は、ロズウェル氏とアトランタ市双方に接していた。法人化のための住民投票を認める法案が提案され、成立した。住民投票による住民発議は議会で承認され、州知事ソニー・パーデューが署名して法制化された。住民投票は2005年6月21日に行われ、 住民の94%が法人化に賛成した。多くの住人は、軍のサービスに不満を表明しており、軍が提供する財政報告に基づいて、土地による再区画割への反対を無視して、財政的に安定していない地域へのサービスに予算を配分し、過剰な開発を行っていたとクレームをつけた。未編入領域や開発の進んでいない、 フルトン軍南部の住人の多くは法人化に強く反対し、軍のサービスのもとになる税収入の低下を恐れた。サンディスプリングス以外の軍住人はこの件について投票を許されなかった。連邦政府司法省にこの計画を差し止めることを求めるなどの動きは成功しなかった。2005年11月に一人の市長と6人の市政委員の選挙が行われ、 法人化を発案し推進したエヴァガランボスが大佐で市長に当選した。正式な法人化は12月1日であり、国内で法人化された時の人口では3番目に大きな都市となった。市の警察署や消防署は2006年にサービスを始めた。2010年、選挙憲法第5条の事前更新条項を免除されたことでは、ジョージア州で初の司法区となった。 成立を受けて新たに制定された市の公式文章には、オネスト、エフィシェント、レスポンシブという三つの言葉が掲げられており、フルトン軍の非効率な行政に対する反発が表されている。サンディスプリングス市は、南にアトランタ市、西と北にコブ軍北にロズウェル市、東のディカーブ軍境にダウッディとブルックヘイブンの各町と接している。北東部は、 北のチャタフーチー川と南のダウッディとの間に小さなパンハンドル部で突き出てグイネット群のピーチツリーコーナーズとの大変短い境界線で終わっているサンディスプリングス市は温暖湿潤気候にあたるノースサイドタワー中心街のランドマークロスウェル道路とサンディスプリングスパレスに接するペリーメーターセンター部にあるピルヒルのスカイライン以下は2010年の国勢調査による 人口統計データである。以下はサンディスプリングスが国勢調査指定地域であった2000年の国勢調査による人口統計データである。サンディスプリングス市では以下のような祭りを毎年開催しているヘリテージサンディスプリングス博物館は2010年3月20日に開館した。サンディスプリングス地域社会の歴史に特化し、 ヘリテージグリーンの用途転換されたウィリアムズ・ペインテイに入っている。市内にはアンネ・フランクに捧げた博物館もある。ブルスルースコモーガン滝展望公園にあるチャタフーチ一家は国立レクリエーション地域市内には12の公園と緑化地域がある。そのうち3つはレクリエーション用施設がある。市のサービスは官民パートナーシップで行われている。他の同様な 大きさの都市と同様に、市政委員会、市マネジャー方式で運営されている。しかし、サービスのかなりの範囲を民間会社に委託したことでは、国内初の市になっている。市の警察署は2006年7月1日に、州内全体の86人の警官とともに、軍の業務を引き継ぎ、現在は137人を雇用している。消防署は2006年12月に運営を始めた。 常勤消防士は91人、非常勤は52人にいる。警察は2010年会計年度で98,250回の電話呼び出しに対応し、消防署は8,205回の呼び出しに17,000回の出動を行った。2008年12月、市はジョンソンフェリー道路とサンディスプリングスサークルに面し、元ターゲットの店舗があったビルを買収した。市役所を含む、 多目的な市の施設を建設する長期再開発計画を推進している。市内の公立学校はフルトン郡教育学区が管轄している。小学校は7校、中学校2校、高校2校がある。私立学校はブランドンホール学校など主に宗教系の学校が10校ある。アトランタフルトン公共図書館体系がサンディスプリングス市場を運営している。 サンディスプリングス市内の大手雇用主は、病院があり、またコンピュータ関連サービス、物流、通信、メディア、金融など様々な産業の本社と、地域支社である。病院は、ノースサイド病院、セントジョセフ病院、アトランタ子ども病院の3つがあり、地域の病床数の40%になっている。市の2012年包括的財務報告書によれば、 市内の主要雇用主は次の通りである。サンディスプリングス市を含む地域を対象にした新聞として、サンディスプリングスリポーター、サンディスプリングスニーバー、アトランタジャーナルコンスティチューションがある。テレビ番組2つが市内で撮影された。市内には南北方向のジョージア州道400号線と東西方向の週刊高速道路285号線の2つの 自動車専用幹線道路が通っている。地上道路には、ロスウェル道路、ハモンドドライブ、スポルディングドライブ、ジョンソンフェリー道路、アバーナシー道路、グレンリッジドライブ、ダウンウッディクラブドライブがある。ジョージア州交通省は、アバーナシー道路のジョンソンフェリー道路から、ロスウェル道路の間を2車線から4車線、プラス中央分離帯に拡幅している。市は、 アバーナシー道路に沿った家屋を解体して、線形公園を開発し、速道と歩道に力地を加え、市内の連結性を改善している。西側の交差点は、現在ラッシュアワーには、チャタフーチー川を渡る、小部群の通勤者を多く通している、ジョンソンフェリー道路からの上下の形を変えて、北西から直接、アバーナシー道路に流れるようになった。さらに、 週刊高速道路285号線の上のロスウェル道路橋は各方向に左折専用レーンを設けて広げている。現在、週刊高速道路285号線の双方向、左折専用レーンが短く、中央よりレーンも共有するので、信号機の1サイクルで2回曲がるのが大きなボトルネックになっている。市の公共事業部は12月の法人会来、 道路の交通信号の状態にかなりの改良を加えてきた。約1500の排水マスを清掃し、車道30マイルに島模様をつけ、修繕など2000件以上の電話に応え、交通の流れを良くし、アイドリングを減らすために、信号のタイミングを数百件改良し、60マイルを再補装した。2008年会計年度では、 サンディスプリングス市交通管理センターが創設された。センターの建設は2008年2月に始まり、6月末にはロスウェル道路沿い5箇所をカメラで見られるようになった。一般人が交通状態をリアルタイムで見られるウェブページがあり、音声認識もできる。2009年6月までに交通カメラ16台が稼働し、市のウェブサイトで見ることができる。 大量輸送機関はマルタであり、鉄道高速輸送やバスの路線を運行している。鉄道は、レッドラインが通っており、医療センター、サンディスプリングス、ノーススプリングスに3つの駅がある。ジョージや地域交通公社もノーススプリングス駅から、他の分部へ急行バスを走らせている。市内には3つの外国施設館がある。コロンビアア・アトランタ総領事館が、ピーチツリー、 ダウッティ道路5901のスイート405に、ナイジェリアアトランタ送領時間が、ロスウェル道路8062、インド送領時間が、クレンリッジドライブ5549にある。ありがとうございます。